術の開発が今また音の開発につながったダイアトーンスピーカー DS25B。 この音の伸び、ツヤこそ新開発オリフィス構造のツイーターのおかげ。ダイアトーンの技術をぎっしり詰めてデビュー、ツーウェイバスレフ DS25B 28,000円。今週のダイアトーンポップスベスト10。さあ、それでは早速ダイアトーンクイズに参りましょうね。まず先週の正解なんですけれども、先週の18位はスター誕生の愛のテーマ、バーブラストライザンド、これが正解でした。さあ、今週の問題です。今週第19位にランクされた曲目とアーティスト名を答えてください。今週第19位の曲目とアーティスト名です。正解者の中から抽選で今人気のある DS25B ダイアトーンスピーカーですね、これをワンセットで1名の方に差し上げたいと思います。どんどん応募なさってくださいね。それから今週は週刊賞がありますね。音楽専科の4月号を30名の皆様に差し上げたいと思います。4月号にはね、ジョージ・ハリスンの独占会見、それからエマーソン・レイク・パーマーとピンク・フロイド、この記事が出てますね。その他ね、あのオールカラー3大ギタリストのピンナップもついてます。とっても楽しいですよ。これを30名の方に差し上げます。ご希望の方は音楽専科希望と書いておはがき出してくださいね。それでは最後にもう一度今週のベスト10のランクご紹介しておきましょう。第10位、ファイアーフォール You are the woman。 9位がケニー・ノーラン夢のバラード。第8位はロズ・スチュワート、ゲッパー。7位がクイーンの愛にすべてを。6位はスティービー・ワンダー、回想。第5位はバスターの素敵なサンデー。4位がバリー・マニロー、恋のウィークエンド。第3位はキスのハードラック・ウォーマン。2位がベスティ・ローラーズ、イエスタレイズ・ヒーロー。そして第1位、イーグルスのニューキッド・イン・タウン。今週のベスト10のランク、このようになりました。さあ、来週はどうなんでしょうか。皆様のリクエストカードお待ちしております。それではまた来週、お相手はシリアポールでした。バイナー。このプログラムは選ばれる音ダイアトーンがお送りしました。